案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。愛子、まことにそなたであるか。愛子、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申し下され。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れた地、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。教えてくれぬか。これは幻か。すべて何も炎、戦があった。そして何が。思い出してたらオラが助けてやるから、この檻を開けてくれ。開けろ今すぐに。開けろ。メシのど焼ける。あそこだ。清き者、燃やすじゃない。待て、よこせ。清き者、下がれ。どうしたというのだ。くわぁ、あそうじゃ。こんな汚れなし清き者。
はい、わしはお前などにやれん。この者のけども自らを蝕んでおるようじゃ。アイコ、待て。待つのじゃ。武士か、馴染みのないか。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は斬られるべき者にのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々と。誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。
橋は崩れぬだろうか。頭を下げや、ひれ伏せと言ったのじゃ、わしに決すや。おった橋は崩れぬだろうか。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを引くな。
お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど、罪なき者は一人もおらぬ。頼む。今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。Yeah.
主だと。ここに拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち、同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。アイコ、どこへ行く。落ちる。お前は落ちる。
この湖は泳ぐには深く冷たい。神のようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。殿、されどお主が切られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって、我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。ねえ、ラスナじゃ、ラスナじゃ。いや、わしのじゃ、わしのじゃ、いや。
のじゃ、わしのじゃ。いや、わしのじゃ、わしの、わしの、いや。わしのじゃ、いや、わしのじゃ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 、いや、わしのじゃ、わしのじゃ、いや。お願いだ、そいつを入れんだけ。戸を塞げ。塞ぐだけでは止められまい。くっちまった。何者じゃ。Oh!
ふにもなくな。お願いだ、こいつを入れんだくれ。何者だ、お前は誰しょ。お願いだ、ずっと入れんだくれ。まだ何にもないぞ。お願いだ、ずっと入れんだくれ。何者だ、全て。誰か来る。やっと。
べて食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおるすべてのもののように。もう少し高く登れば。月に淡い光が差しておる。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、道などない。けがらわしい。
せ。汚らわす。わざけが。頼む、戻ってくれ。アイコ、待て。待つのじゃ。アイコ、待て。
愛子、拙者は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂とともに。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。何も決することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるならどのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さように。されどあなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことはかなうか。一度だけ、もしくは永遠に。